はい、はい、こんにちは、梶衛生です。梶衛生の、ライブのですね、今日は、これわかりますね、ザクロ。ザクロがね、いっぱいこんな取れたんですよ。まあまだね、本当に今年はね、いっぱいなってます。去年が裏年だったんでほとんど、実はつかなかったんですけど、今年はね、もう本当たくさん今なってますので、とりあえず今日のところこれで収穫、これだけ取ってきました。それで今から、ザクロのジュースを作ります。はい、いいですか。もうね、この辺からザクッとね、ザクロだけにザクッといきましょう。はい、まだね、ちょっと早いんですよ。本当はね、もう自然にこれパキッとこう割れて、弾けるのがね、頃が一番いい。もうちょっとですね、まだ早いんだけど、まあ少し中こんな感じです。赤くなってますね。はい、それで、これをね、これジューサー、ハンドジューサー、コップをね、下に置きましょうね。そしてね、もうこのままね、乗っけちゃいます。一応洗ってますのでね。そしてこれでね、ぐーっといきますよ。はい、ぐーっと押します。はい、出てきました。もうね、ほんとね、ちょっとしか取れないんですよ。すごくね、貴重なんです、ザクロってね。すごい栄養があって、特にね、女性のお肌にいいんですよ。これもうちょっとね、半分にしましょうかね。あと半分にしてね、その方が絞れると思う。そして乗っけて、はい、これでね、いきますよ。はい、ほんとね、貴重ですよ、このジュースね。これね、1個で、まだ今ね、4分の3かな。これで、1個でこんなもんですよ。はい、ぐーっとね、押します。ほんとね、1個でこんなだけ。綺麗でしょ？ピンク色ね。これがね、もうだから、もう1個いきましょうね。大きいの。大きいのいきましょう。これをね、落としてやったよね。そして、あとはね、もっと丁寧にね、やるんだけど、こう大雑把ですから、こんな感じで、いつも言ってます。ほら、これはまだ実がね。はい。もうね、抗酸化作用はあるしね、いろんな意味で効能があるんですよ。だからザクロはね、なかなかね、今もうザクロって見当たらないですよね。うちはね、もともとここを、はい、行きますね、ちょっとね。はい、ぐーっと、入れます。ほら、4分の1でこんなもんです。ここをね、古民家を買い取った時に、もともとあったんです、このザクロの木っていうのは。それでね、毎年ね、毎年、こうやって作って、出るんですけど、そうやって去年はまだならなかったし、今年はその分ね、たくさんなりましたので、まだこれからなんです、収穫は。いきましょうね。はい、はい、結構ね、力がいります。それで、ほんとね、ちょっとしか取れませんよ。これ吐きやったね。はい、まだね、あと2個でね、半分、コップ半分。ちょっとね、さっきまで作業してたんで、汗びっしょりで、ちょっと飲んでみましょうね。いいですか。うん。甘酸っぱい。美味しい。うん、十分いける。はい。ということでね、またね、ぼちぼち、これ絞ってね、ジュースにして飲みます。あとね、これね、いつだかな、ザクロ酒。ね、もうかなり前につけたザクロ酒がちょっとゴミだらけになってるんだけど、一応ザクロ酒もね、つけたんですよ。なんかこういう風にね、今年はもうね、こうやってジュースで、飲もうかなと思ってますので、皆さんもね、取りに来てください。多分今月いっぱいぐらいは大丈夫かな。どうぞ自分でね、
高枝ばさみがありますか、それで。